福岡能型よっ。ちっちゃいちっちゃい可愛い子供たちがねいるんですけど、今日はこの子供たちにドリブル中心でと言われたので、ハンドリングを中心にやっていきたいと思います。はい、じゃあ始めます。清介レッツアジャス。まずはじゃあ最初フットワークからいきます。2人組でボール2つ OK。 じゃあ、はい、1、2、3、4、5個ぐらいの幅ね。最初ドリブルしてたら、このタイミングでもいいから自分の好きなタイミングでボール持って片手で足出してこっち側で、次このまま連続して足出して、ダメなのは片手でこうして、こっちは多分みんなできると思う。こっちが回ってこのままこういうパスを出して、こっち出してこうなってる状況から必ず足踏んでこっちで回す。 OK、 はい、行こう。はい、ドリブルして、ピッて今度これ、はい、来たらイエス、すごい。そして、はい、回る、あ、トラベリング回る、回る、イエス。今度は逆、はい、出した瞬間にすぐやめる。たら今度左足前、一回転した時にこの状況から、この軸足の後ろじゃなくて軸足より前に持ってくる、前に持ってきて片手でパス。はい、行こう。クロス、どっちもやりたそう。パス横、やった、一回転、はい、パス。そう、足幅広げたらどう、触る、触れない、わかる、みんな今これぐらいなの。ただですね、身長小さいのに足幅も狭めちゃったらディフェンスと距離近いじゃん。足広げたら触れないよね、絶対に。必ず肩幅よりちょっと広めでドリブルすること。進みながらフロントチェンジだけ、進みながら歩いて、チェンジチェンジチェンジ、ずっと肩幅より広いよね。チェンジして触る、つま先はずっと前、このままずっとちょっと広げとく。はい、行こう。はい、進みながらね、タッチタッチタッチ、はい、タッチリズム、みんな普通に歩いてさ、ここからあそこまでそんな時間かかる、こうやって歩かないと普通こうやって歩くぐらいのスピードで、もうボールなんかどこ行ってもいいから、相手のこのボール見とく、でもうずっとスムーズにパーこう1212で歩き続ける。はい、綺麗に見えるけど惜しくてずっと上下運動してる、進みながらこうやって、これじゃ抜けない。はい、OK、はい、頭の位置一緒、低めにや、きついトレーニングだからきついかもしれんけど、ここを後ろに折る。でこの時にみんなこうならない、この時この状態からここだけ折る、そう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 、で膝前出ない、上半身起こす、でこれで進む、進む、進む、 OK、 はい、行こう。はい、上下しない、上下しない、上下しない、後ろに進む人がもっと進んであげな、進んであげな、そう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 、今度は1個ドリブルチェンジ、ドリブルチェンジ、ドリブルチェンジ、もう早い、この1個ドリブル続いてからチェンジ、早い、1個ドリブルチェンジ、早い、 OK、 はい、行こう。一歩進んで一歩じゃなくて不自然だから、もっと足は普通に歩く、これぐらいで、はい、行こう。いいね、いいね、あ、いいぞ、そう、ナイス、ドリブルついてる、こっち浮かす、二十歳、二十歳、そう、これで色の角度からちょっとずつ押してあげる、ただ保つ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 、弱くない、ドリブル強く、もっと強く、もっと強く、 OK、 この人が耐えれるぐらいギリギリで押されて戦うけど、あ、やばいなと思ったらちょっとこうすぐ自分の一番強い姿勢に戻す、はい、いくよ、よーい、強く、ドリブルもっと強く、弱い弱い、肩でドリブルするのは絶対無理だから、高くて腰上、ドリブル自分の真横じゃなくてちょっと前でいいよ、つま先のちょっと前ぐらい、ずっと強く、いいよ、よーい、そう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 、さっきの組もそうだけど、みんな耐えろって言われたら下見てるやん、バスケットで下見てたらぶつかるな、味方がもしゴール下にノーマークいたらどうなる、パス出せる、出せないな、どこでもいいから見とく、よ、よーい、おい、いいね、いいね、じゃあ棒人間な、あっちで押すとする、そう、こうなるよね、でもその場に彼がいるためには、俺がこっちの角度で押したら押される側はこっちの角度で押さないとその場に残れない、ドリブルしてる時も押されて押されて、あーあーあああ
ってなってたらディフェンスにやられてると一緒。ディフェンスプレッシャー来るよ、足元にこうやって。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。じゃあプレッシャーかけました。はい、線踏んだ。はい、マイボール。相手ボールになっちゃう。だから来るのに対してこっちも押し返さないと。はい、行くよ。よーい。どうぞ。顔はどこ見んの、どこ見んの、みんな下見てるよ。今度は今と全く同じことでドリブルついてる方はまず必ず上半身を起こす。上半身はこうなる。このまま後ろにこうだけ下げる。この状態で片足になる。これが一番自分が強い姿勢ね。パワーポジションってよく言うんだけど、バスケってさ、自分が認識してないところからブロックが来たりとかディフェンスが出てきたりするじゃん。レイアップ行ったらノーマークだと思ったのに後ろからブロック来ました。ここでノーマークだと思ってやってたら後ろから来ました、ぶつかられて、で崩れますとかでよくターンオーバーミスになるんだけど、そのミスを回避するための準備で今度は目つぶってやります。今と同じこと、目つぶるだけで全然違う。今度逆に見るんじゃなくてその接触に慣れる。さあ行くよ。ついてていいから、ドリブルして。今度いろんな角度が押す。負けない、はい。頑張ってその場に残る。負けない。で、これ小学生、覚えておいてほしいのは、こうなった方が弱い。重心的に。頭って重いんだよ。めちゃくちゃね。自分の部位の中に。頭重いから、頭が中心にないと、ぶつけられた時に弱い。振り幅がでかい。だからこの頭を頑張って自分のおへそのここに持ってくる。一番強いところ、足に乗せる、頭を、上半身をこう、胸を起こしてってコーチ言うけど、胸を起こすだと難しい。頭を自分のお尻の上に乗せる。はい、行こう。両足ついてていいから、強くね、その場に残る。もういいよ、いいよ、いいよ。頭どこにいるの今、外側にあるって。そう。自分の強く、腰折って、お尻下げて、後ろ向け後ろ。そう。今度は目つぶりながらずっとこうやって、何でもいいからずっとチェンジしとく。これで押す。それに対して負けない。いいじゃん。ナイストライ。これさ、やってる側はさ、考えて。ずっとこうやってやってれば楽よ。けどディフェンスがずっとここにいるわけじゃないじゃん。いろんな角度からディフェンス来る。だからそれを感じながら、いろいろこっちにディフェンスが今、今度こっちにディフェンスが今、で、チェンジして変えない。そう。いいよ。オッケー。肩幅に広くドリブルしとく。ドリブルついてない方の手、自分の手首をおへその前にずっと置いておく。笛が鳴った瞬間に90、この時にこう伸びない。ずっとこのまま笛鳴ったらこの体勢のまま90、またすぐ戻る。今度2回目の笛鳴ったら今度は100m で戻る。ピッて鳴ったらターン、ピッて鳴ったらで次90度、180度、90度、180度。はい、行くよ。ドリブルなんかもうどこ行ってもいい。今この中で一人でもボールがどっかに行ってる選手がいない。そんなわけない。だって君たちまだバスケ始めて2、3年、1、2年の選手が多いわけや。そのあんまり上手じゃない選手たちが失敗しないっていうことはありえない。30年やってる選手でも40年やってる選手でも失敗するときは失敗する。だって試合になったらもっと走ってやってるわけや。ディフェンスもさ、この笛の一定のペースでこうやって手出してこないじゃん。今この笛がディフェンスがプレッシャーかけてきた時の同じ笛だから、そのプレッシャーかけてくるのに対して自分で避ける。大きい選手と戦うわけじゃん。その時に自分のこの幅だけじゃ勝てないから足も動かして幅取るわけ。だからもうどっか行ってもいいからすぐディフェンスがパッて来るんだから、それに対してすぐ避けない。ずっと肩幅ね、笛鳴って一回戻した後肩幅より広くずっと保たないといけない。笛がじゃあ鳴りましたね。この手がなかったら自分がターンするときにディフェンスが来てるからターンするわけだよね。この手がなくて、そのままじゃターンしました、接近できる意味なくない？いやいや、ディフェンス来んの。だからこの手で、はい、取りに行きました。はい、チェンジ。この手でやっぱ守らない。180度ターンだとしてもこの手で見とかない。ディフェンスがこっちから来たらそのままターンして、そのままそっちにドリブルだし、はい、こっち来たら今度は、はい、自分が空いたんだからこっち。ずっと見とかないとディフェンスがどこにいるのか。行こう。1個はその場で戻す。
2個なったら後ろにこのまま両足でジャンプしてアタック、そのままでこう2個の方その場で練習しよう、一緒に。してる、ドリブル練習。相手を抜くとき。あ、抜くとき使うな。進むとき。パスだけで持ってこれないな。移動、1対1。主にこの2つだとして、じゃあ抜くためだけにドリブル練習してんのかってなったら、ボール運ぶためだけにドリブル練習してんのかってなったら、じゃあめちゃめちゃでかいやつ、ボール運ばないからドリブル練習しなくていいやんってなるじゃん。でもそうじゃないよね。どんなでかいやつもドリブル練習絶対やってる。じゃあ何のためにドリブル練習してんのってなったら、ディフェンスに取られないためにドリブル練習してんの。じゃあ俺が君についてドリブル練習してなくて、あ、こいつドリブルつけないってなったら詰めるよね、ディフェンス。ドリブルさせようとするよ。ドリブルさせたらだって失敗してくれんのか。だからディフェンスがしたらラッキーだよね。だからそれをやらせないためにドリブルの練習して取られないように練習する。みんな体がまだちっちゃいから、大きくなれば絶対にドリブルも自然とつけるようになるし、1対1とか運んだりとかはある程度できるようになる、体がもっと大きくなれば。けど取られない練習っていうのはちっちゃいこの年代の時からやっとかないと習慣にならない。バスケットボールって習慣のスポーツだから、みんなさ朝起きて別に親に何も言われずとしても歯磨いたりしない、顔を洗ったりしない、それで別に言われてやるもんじゃない、自然とあやらなきゃっていうので、バスケットボールも全く一緒、取らないように練習しなきゃっていう風に練習しないと一生取られる。日本代表の選手とか B リーガーとか高校大学で優勝する選手は習慣として取られない、取れない、そういう風に練習してるから。君たちまず全員が取られないための練習、ディフェンスがこう手出してくるからかわす練習、避ける練習を絶対しないと。取られないドリブルが一番大事、それもう今日一大事なことだから覚えておく。今度は抜く練習します。その場で足肩幅ぐらいに開いて、ここからどっちかの足を一歩前に出す。でこの時に出しすぎない、伸びない、一番自分が抜きやすいです。で頭こうやって起こすと、押された時に頭中心にこうブラブラしちゃうから、頭は自分の真ん中。じゃあフロントチェンジ、ここでこのドリブルだけでいいんだけど、1個目は普通にフロントチェンジ、ワンツーしたらクロスクロスしたら、今度2個目は体と一緒にタン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 、上半身を最初はこのまま、今度その後のチェンジは自分の肩を出てる足のところに持ってくる。そう、頭は上下しない、ここの上半身だけタン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 、抜くときさ、こうやって抜かんしょ、このままこのままドリブル抜かんしょ、絶対どっちか片足出てるように前に、片足前です、逆、パンパンタ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 ン、こう倒すときは上半身を逆の肩をこっちに持ってくるのもそうだけど、こっちの肩だけ持ってこようとするとめっちゃ窮屈、後ろの足を折る、タン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 、はい、行こう、はい、はい、あ、そうそうそう、後ろ足を、後ろ、あ、そう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 、そういうこと、はい、みんな最初の位置が高いから一回一回がこういう大きな動きになっちゃってめっちゃ大変、最初から低くしてこれぐらい動かすときは最初こう、最初はこれぐらいにして倒すときはこれぐらいに、こう、もっとワイドに、ワイドに、ワイドに、そう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 、いいよ、はい、おー、いいじゃん、今度逆足、はい、レッグクロス倒す、レッグクロス倒す、プロと将来プロになれるぞこれ、お、いいやんいいやんいいやん、おおおお、つま先が前向いてない、こうなっちゃうとやっぱ折れない角度的に、つま先前でこの状態から倒す、抜くよって抜くよって見せるのが大事、見せることによってディフェンスが下がるから、あ、やばい、来るって、下がらしたら今度逆アタックできるから、ゆっくり早く、ゆっくり早く、自分が川村勇気になったつもりでやろうか、はい、行こう、おー、いいよいいよ、そう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 、はい、はい、お、いいじゃんいいじゃん、いいじゃん、レッグが遅い、レッグ、お、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、遅い、ここが遅い、ここは早いけど、ゆっくりやってレッグした瞬間に早く戻す、あ、そう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 、戻すのが大事、
おお、いいじゃん。おお、すごないか、これ結構。賞賛でこれ結構やばいぞ。みんなちょっと、もうちょっとやる。お手本。いいお手本がいました。俺よりうまい。最初。ゆっくり見せて、ここが早いじゃん。そう。レッグロス早い。そう、2個目の。OK。勢いがいいよね。はい、みんな早く真似して、もうちょっと。もうちょっとやろう。逆や。外側左側、あ、そう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 、そう、そっち、レッグクロス、レッグクロス、あ、いいよ、失敗してもいい、全然いい、今度は横でいいから一人でレッグしたらもちろん一歩進むよね、一歩進んで戻る、こっちの足を戻すよね、レッグ戻す、普通のレッグ、普通のレッグ、重心移動が大事や。後ろにこう絶対にならない。自分の体がたまたまこのチェンジしてるところを足に行く一緒。前に進むと一緒。これと一緒。自分が多く足幅上げたからこうなってる。もう一個。レッグスルーしたらドリブルのキャッチが肩まで来てるからここが。そう。レッグスルーしたら自分の膝のところで受ける。膝の横キャッチ前。膝の横キャッチ前。膝の横キャッチ前。はい、後ろにやる。そう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 、そこまで持ってくる。腰の高さぐらい。ここ、そうそう、手首をへその前、こうしない、こう。ここから落とす。手はこう、こう、かく、クロールみたいな。みんな泳ぐイメージないんだけど、泳ぎすぎると高く、ドリブル高くなる。これはディフェンスに取られるよ、さすがに。なるべくここを横に耐える。高さを上げる。自分の胸より下、おへそぐらいの高さ。で、高さコントロールして、ここから落とす。手だけでこうやってやるとこっちの方が難しい。上半身も一緒に持ってくる。常に自分のおへそとボールのラインが一緒の方が楽。手だけだけどインサイドアウトしたらスキュー右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 スキュー。はい、行こう。左手左手左手、はい、行こう。いいよいいよ、行こう。ルールは泳ぐって言ったらね、こう入る、クロール、クロールで入ったところからここから落とす、ワンツーでドリブル、おお、いいね。あのボールを上からこういう扱うのはすごく今の子ってうまいんですけど、ボールの側面を扱える選手が少ない。皆さんに質問です。ドリブル練習何のためにしますか？ディフェンスに取られない。はい、正解。ディフェンスに取られないため、ボールを上から扱う、これみんなできる。バスケ部はやっぱりボールを側面から扱わない、横に。特に今最後にやったのがインサイドアウトっていうんだけど、これは取られないために使うのにめっちゃ大事。これだったら幅が全然出ないじゃん。足が動かないとボールも動かないけど、今のが使えたらいくらでも離れられるし、そしたら絶対取られないようになるし、その取られない練習してたら1対1もっと強くなる、ディフェンス抜ける、簡単に。またどっかでね、バスケしましょう。またチャンネル登録してね。はい、じゃあ終わります。気をつけ、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、ということで青キックスフースアカデミー in 福岡の方ということでレベルとか関係ないです。撮影行ってるところがやっぱ強豪校が多かったりとか、こう上手い選手とかすごいって言われてる選手が多かったりして、なんかすごい申し込みにくいとか相談しにくいっていう声がねちらほら実はあるんですけど、関係ないです。今日の子たちだってトップレベルか、ミニバスでね超じゃないと思う。でもこの先トップレベルになるかもしれない選手っていうのは皆さんのところにも山ほどいると思うんで、やっぱり早い段階でいい習慣をもう掴むきっかけっていうのは、俺の練習したから上手くなるとかではなくて、何か気づきだったり感覚ってものをバスケット用語で学んで、それを自分が探求するかどうか、結局やり方を教えても本人がそのやり方使わなかったら伸びないし、そういうとこがやっぱあると思うので、ぜひどしどしね各種 SNS だったり概要欄にメール info@aokicks.jp があるのでぜひメールください。全国どこでもスケジュール合わせていきます。どうでした牧さん、ちなみに見てて。浦和さん、インカレとかウィンターもいろんなバスケをずっと好きで追っかけてる仕事でね、はいはい、どうでしたか、ね、小学生にも分かりやすいいいクリニックだったと思いますよ、はい、僕自身も上手いやつを教えて伸ばす、こっちの方がどちらかといったら簡単で、バスケットの根本的な考え方とか、なんでこの練習するのとか、そういうところを各カテゴリーに合わせて、言葉遣いはねちょっと汚いと思うんですけど、分かりやすいように試行錯誤して環境きっかけ作りをプレイヤーにね与えれたらいいなと。楽しくね、こっちももちろん俺も楽しくやってる。さっきみたいなこのミニバスもともと知ったわけでもないし、あの女の子知ってたわけじゃないけど、めちゃくちゃうまかったじゃないですか、ハンドリングに関してはとか、そういう選手って山ほどいると思うんですよ。なのでこの回を見ていただいた方々、ぜひどしどしねお願いします。連絡待ってます。そこの一歩だと思います。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。どうしよう。